とりあえずなんかいっぱい物がありますね。買いました。はい。まず、これシート。大丈夫です。破れてますけど。800円。750円ぐらいかな。はい。ヤフオクで一番安かったやつを買いました。はい。でこれを、ちょっと、まあ、裏も結構サビサビなんですけど、はいはいはい、ベースだけ生かして、うん、革を張り替えようかなと。この前革屋さんに、はい、買いに行って、はい、で結構革って高いんですけど本革って、はい、結構大きいですねこれ。そう、歯切れ材で、はい、なんと1000円。あ、これで全部、はい、これ1000円。はい、安いな。めっちゃ安いですね。 それはとりあえずなんかこれバラしてみますか。バラしてみますか。シート you back into my bed. じゃあサンダで切っていきましょう。これですね。結構ちっちゃい。だいぶ小さくなりましたね。丸くじゃあうまいことなだらかに進めていきましょう。はい。はい、じゃあ、周りをマーキングして切っていきましょうか。いけるね。いい感じですね。いいじゃん。これの上にじゃあ、これまあボンドでつけて最終的にで、革を貼る。革を貼るみたいなイメージですね。位置的にこの辺。そうですね。わ、いい感じの。これでタイヤと幅がいい感じになりましたね。僕にはもうパンにしか見えないんで。これ革で貼ってどうなるかですね。それもじゃあやっていきましょうか。はい。はい。はい、じゃあそういうことで、この革のシートの成形が一旦終わったんで、はい、で、僕らがちょっと革について無知すぎるんで。革のプロフェッショナルを紹介します。お呼びしました。はい。トシ君です。トシ君です。じゃあこれをちょっと。そうですね。ちょっと手伝ってもらって今回は。分からんもんな。この辺使いたいな、やっぱり。綺麗なとこ使いたいですよね。どうしてもここが作りたい。使いたい俺は。作りたい。で一旦これでこの辺でスパッと切っちゃう。切っちゃうってことだね。あ、いい感じですね。もういいですか、言って。もうちょい、戻っていいかな。で、いきますよ。動くよね、少々は。今なら、めっちゃつくな、これ。え、今のでついたんすか。ついた。じゃあ、裏を先に。裏を先に。決めましょうか。穴開けて。穴開け。水に濡らしてやおくなるんで伸ばしてますね。うん、まあ、じゃあ結構綺麗にいきそうに見えるですけどね。こんな感じで。よし、続きはまた後日やっていきます。はい、はいはい、じゃあもう気を取り直して、はい、シートを続きを仕上げていきます。そうですね、はい。弱んのわっ、すごい張り付くんですか。それでめっちゃ張り付く。おぉ、よう切れるで、こりゃそんな、なんかまたテレビショッキングまた新しいよう切れるあ、すみません。コロナミシーカ神社ええで。ああ、ありがとうございます。ここにあそこでレモンケーキみたいなある。うん、ありがとうございます。好きなのね。うん。寒い。ちょっと寒いね。ぬくいもんの方がええね。いやいやいや、大丈夫です。ケーキコーヒーでも入れてこうか。ああ、大丈夫大丈夫。なにこれパンみたいな。なに
座るところ座るところ座るところなんであの物乗りよるのああ今が張るんですよこれはシートこれが田舎のあの会話ですよ皆さんバイクのバイクのですバンカなんか全然思んない今オートの会話オートかいやもうねさっきがね広島弁がひどいいやマジすぎるタウとかもねあ通信券ねあタウって広島弁ですね広島弁届く届くって言わないですね。いい感じですね。これでいった方ですね。はい、これちょっと待ってみましょう。はい、じゃあちょっと時間経ったんでクリップを外していきます。くっついてるよこれは。ガッチガチっぽいですね。これがくっついてるね。穴を開けていきます。地味な嫌なこれ。地味な感じですね。めっちゃ時間かかりましたね。はい、わあすごい。いいね、よし。じゃあこっからは縫っていく。縫いや。6時間やったの？いや、ほんまに？言ってでも、あ、いや、5時間5時間もやった完了表は終わった。こんなんできるんやなやったらできるもんすね。でとりあえずここの最後仕上げて、はい、で、切る周りを切っていきましょうか。オッケー渋谷ライターちょっとこの辺をとりあえず切ってみる試しに。すべてが一発勝負すもんね。一ミリも切れてない。くっつけて磨いたら。ああ全然違う。うわすげえ。こんな感じになってない。しかもなんかあの2つになっとったのが1つもう1つ一体化してついにはい完成しました。完成しましたね。結構なクオリティだと思う。かっこいいですけどね。裏までフルフルレザー結構無駄遣いでかっこいいですけどね自己満足の世界だなですね。これはいいでしょう。けどあのボロいシートがこんだけだったらなんか、いやまあね、800円のシートやもんな、ヤフオクで買った。ちょっといいですね。これはいいんじゃん。これでじゃあまた帰って車体に取り付けてみましょう。ね、はい、はい、ですね、今日マフラーつけようと思うんですけど、エイプ用のマフラーを買ったんですよ、ヤフオクで。はい、でエイプ50用が、まあ、このノーティダックスと同じエンジンだと思ったので、つくと思ったんですけど、はい、フランジ形状が全然合わなくて。ですね。これはおそらく、まあ、エイプが合わないのか、はい、これがエイプ100用なのか分かんないですね。なんか100っぽいような気もするんですよね。なんかこれ結構太いですよね。太いんで、まあ、とにかくこれつかないんでこう純正を加工してこいつをつなげようかなと。こいつとエイプ用をつなげてなんとかやるしかないですよね、うん、やるしかないかなってところですかね。まあやってみましょう。はい、はい、ちょ1回ここで切ってみようか。まあそうです。どっちもそこはもう完璧にいらないですよね。ちょっとやってみましょう。切ってみましょう。はい、ここで切ったら、あ、まあ、ちょうどか。あ、こっからちょうどつなげるってことですか。で、ここで切ったら、うん、まあそうですね、ちょうどいいですね。どんぐらい？どんぐらい？そうですね。ちょっと長いか。もう諦めて先っちょだけ使います。ここは太さ一緒だった。一緒だったと思うんですけどね、ほぼ全くちょっと太いかもしれないです、サイレンサーの方が。この先をつなげようと思うんで。いや、ほぼ一緒じゃない。まあ若干太いです。まあ溶接できる範囲ですね。もうここでスパッて切りますか。先っちょだけ。そうしようか。
もうその手前でスパッと切りましょうか。繋いだ方がいいような気がするな。フェンダーですね、あと。これは純正フロントフェンダー。フロントフェンダーやな。フロントですね。こいつを利用して、リアフェンダーを、お前、こっちの短い方を使う。そうですね、この短い方を使って。これがまあ、こんな感じになるとか。ってことですね。これをどこまでかっこよくできるかを、じゃあ。これはまあ、普通はダサくしかならんよ。普通は。普通は。無理でしょ、だって。これ無理やろ。まず削って作ろうなんて発想は。まあね。1000でしょ。多分買った方が安いし早いと思う。まあそうやね。まあね。それじゃちょっと面白くないですもんね。まあ、まあ削ってみましょうか。OK。はい。手がありましたね。ヘッドライトですね。ステをどうつけるか。どこの位置につけるかですよね。こんな感じで。安マンで言うとこの辺が一番。ちょっと低めが、うん、まあボバっぽいですよね。まあ、三つ股から鉄板を切り出してつくるしかないですかね。曲げてこう。そうですね。そんな感じ。ちょっと鉄板切ってみますか。そうやな。やってみましょう。はい。工作中ですね。削って完成したんで、こう切り替えてるとこを溶接していきます。ついでにこのマフラーも溶接して、うん、シートのステーもこれここの部分を溶接していきましょう。はい。はい。ここのですね、このブレーキサポート。はい。で一旦ワッシャーでセンター出した状態で。はい。このブレーキサポートが本来ここにはまらないといけないんですけど、まあ、これが、ノーティーダックスの純正で、はい、これがジャズの純正ホイールなんで、はい、このまま行くとブレーキしてもこれがぐるっと回っちゃって止まらないと、はい、でブレーキなんでここにもうテコの原理でかなりここに負荷がかかるんですよ。ここもガッチリ止まらないといけないっていうのでどうしようかなと思ったんですけど、で僕が作ったのがこれですね。器具でも貝先も完全に取ってがっちり止めたんでまずまず大丈夫だと思うんですけど、これがここにこうスコッと入ってちょっと入れる、こんな感じで、もうこれはここだけでもうブロックになってるんでもう全然ブレないんですよ、うん、でさらに一応もうこれちょっと過剰なんですけど、はい、あのフレ止め念のため念のためのフレ止めと外れないようにするための
まあ、これのまずまず間違いなくもう150キロからフルブレーキしても外れることはないと思いますっていう感じですね。これ作るのにもう6時間ぐらいかかりましたそう、作る動画はもうあの激しすぎて激しすぎてというかもうしんどすぎて、あの全然撮ってないです。カメラ回してないですね。回してないです。これ完成品です。はい、はい。We were running through the fields. You had flowers in your hand. We were all chasing phantoms. Baby, you were feeling. こんな感じで。じゃあジンクが塗り終わったんで、はい、次は黒。黒拭いていきましょう。つや消しの黒。つや消し黒ですね。はい。とりあえずフレームとかもろもろ小物も塗装し終わりました。塗り忘れがありそうですけどね。まあ、まあ、あとはもうシュシュッと拭けばいいんじゃない。そうですね。一旦バッと塗ったんで、ここから組み上げ、組み上げを一気にですね。やっていきましょう。はい。一応塗装終わったんで組んでいきまーす。Sing it like ooh, if you want to. The next time. だいぶフロントフォークから組んで、なんやかんやで、次このサイドカバーですよね。これをアルミ板で作っていこうと思うんで、まず段ボールで型を取っていきます。アルミのカバーの展開図を作ったので、これを組み立てていきます。はい、じゃあ穴を作ったんで、これリセットしていきます。チェーンラインはどうにか出たんで、はい、次はこの角度がつきすぎて、はい、当たるんですね、下がスイングアームに当たるんで、はい、こいつとこにまあ溶接してで、ローラーをかましてチェーンを、うん、が通るみたいな。そう、一応これなんか専用のなんかチェーンテンションなバイク用、こいつをこれこう使って、そしたらかわせれるってことで、か、うん、わして十分いけるかな。それをもうスイングアームに溶接していくと。そうやね。はい、はい。Let the run down street lights be your stars. Let them know who we are. Let them shine for you. はい、ということで、はい、完成しませんでした。しませんでした。すいません。ね、しんどい。ずっとやったけど、はい、もう夜な夜なやったものの、まあ、形にはなったかな。そうですね。ただ細かい配線とか、配線とかブレーキとかナンバーとか、この辺がどうしても間に合わなかった。そうですね。で、今日どうしても上げたかったんで。そうですね。これもあの今日公開日で、はい、あの公開1時間ぐらい前か。うん、ですね、ちょうどまあけどマフラー、マフラーは、はい、完成して、はい、一応これなんか直下に見えますけど直下じゃないですか、ね、サイレンサー入ってました、ね、しっかり入ってる、はい、まあ、フレーム一応塗装して、はい、エンジンも一応塗りました、ね、エンジンも塗りました、はい、風な金色の真鍮っぽい、はい、ぽい感じの風な塗装で塗装でこのミニステップがこのめちゃ可愛いですよねミニステップを作るのにすげえ苦労したこのあのチェーンガイド、はい、一応チェーンもセンターがまあほぼ出たかなと。まあなんといってもこの革シート、はい、かっこいいですね、だいぶいい味出しますね。このステッチやっぱ普通に買ってつけるよりは良かったですね。まあね、まあ、若干いびつなところはあるけどね。でライトステイですね。
ライト姿勢ね。はい。車高も上げて、ね、まあ結構ガッチリついてるねこれね。ですね。マフラーも割とまあ、あとこのなんかバンテージがかっこいいね。これ色がたまたま緑だと思って買ったら、なんかタンクと一体化して、ね、いいね、あとこのアルミのボックスはちょっとまあ、まあこれはまあ60点ぐらいですね。もうちょっとなんかこう頑張れたから、まあ、すぐ作れるね。ですね。丸い方がかっこいいでしょ。鉄で作った方がいいと思う。うん、そんな気がしますね。うん、まあそれかアルミの溶接できるようにしてアルミの溶接に挑戦するか。ああ、それちょっとやってみたいですね。あとはまあ、うん、どっかでちょっとまた時間あるときに、そうね、走行動画が上げれれば、ね、でも走行動画上がったと同時にもしかしたら振り出しに、うんうん、高セールで、まあね、僕らもね、はい、あの溶接機買ったりとかコンプレッサー買ったりとか、はい、そうなんですよ、もう予算不足でお金がかかるかかるんで、これを売り出したいですね。誰か欲しい人いたら言ってください、はい、コメント欄に書かれてもちょっとなかなか返信しづらいんで、そうなんですよね、もし欲しい人がいたら、はい、概要欄からメッセージがあるんで、はい、そこから送っていただければ嬉しいですね、はい、まあけど正直すげえ時間とお金がかかってるんで、はい、まあまあ値段まあまあの値段になると思います、はい、ということで、まあ、ほぼ完成したということで、ほぼ完成ということで、次回、はい、まあ、乗れるとこまで持っていきたいなと思うんですけど、はい、その次にね、まあ、いろいろもう やりたいこととかやることも決まってるんですよね。そうなんです、シャリーはまだ先です。もう少し先ですね。もう少し先、その前に、はい、車の板金系ですかね、ちょっと自信ねえなー。このガレージのところまでできるかちょっと挑戦したいなっていう、まあ、とかいろいろあるんで、もう2万人間近。そうなんですよ、チャンネル登録おかげさまで2万人間近なので、はい、ありがとうございます、まあ、この勢いで、はい、100万人200万人目指して、はい、面白い企画をやり続けたいなと思います。お願いします。じゃあ次回また動画でお会いしましょう。ありがとうございます、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。Just enough glow from the street light hitting your face just by letting you see how you could not hide what we both did and say. Our eyes were both asking, did you feel it too? How the